令和6年9月定例会に提案する議案の内容がまとまりましたので、その概要についてご説明いたします。令和6年9月定例会の開会日は来月3日火曜日を予定しております。提出予定の議案は17件で、そのうち当初提案が16件、追加予定議案が1件となっております。当初提案の内訳は予算案件3件、人事案件3件、条例案件8件、契約案件1件、その他案件1件となっております。追加予定議案の1件は契約案件となっております。また認定は2件、報告事件は16件となっております。次に9月定例会に提案する令和6年度補正予算および令和5年度決算の内容がまとまりましたので、その概要について説明いたします。今回の補正予算は意欲的に取り組む事業者への支援策として、新たに陸上養殖事業化支援補助金、野菜等産地力強化支援事業補助金を計上するとともに、中小企業特別保証制度保証料補助金、企業立地促進奨励金を追加計上いたしました。また地区公民館エアコン設置事業費、除雪経費など当面予算措置を要するものについて計上いたしました。その結果、一般会計の補正予算額は12億6386万9000円で、補正後の総額は983億5375万4000円となるものであります。補正予算の主なものといたしましては、閉鎖循環式陸上養殖事業化支援補助金2500万円、野菜等産地力強化支援事業補助金450万円、中小企業特別保証制度保証料補助金5000万円、企業立地促進奨励金1億2475万円、胃腸労働竣工セレモニー開催経費90万円、 ISU 四大陸スピードスケート選手権大会負担金1000万円、地区公民館エアコン設置事業費2億8000万円、除雪経費5億5000万円などを計上いたしました。これに対応する補正財源の主なるものは、国権支出金、支債および繰越金であります。次に特別会計の補正予算の主なものについて説明いたします。地方卸売市場八戸市魚市場特別会計の荷さばき所 A 棟改修事業費は、建屋の改修を令和6年度から7年度の2カ年で実施するため、継続費を設定するもので、令和6年度分として6940万円を計上するものであります。産業団地造成事業特別会計の新産業団地整備開発推進事業費は、造成工事費の増額に伴い継続費を変更するもので、令和6年度の補正予算額は9億1170万円を増額するものであります。以上が補正予算の概要であります。次に令和5年度の一般会計および各特別会計の決算の概要でありますが、一般会計の実質収支は32億2万7千円、特別会計の実質収支は12億8335万6千円で、合わせて44億8338万3千円の黒字決算となったものであります。また、財政指標につきましては、実質公債費比率が 9.2%、将来負担比率が 91.1% となり、財政健全化法及び第7次行財政改革大綱における基準を下回っているほか、基金残高についても行革大綱の独自基準
50億円を上回る 69.6 億円を確保してあります。詳細につきましてはお手元の資料の通りでありますので説明は省略させていただきます。次に令和7年度重点事業要望の概要について説明いたします。国・県に対する投資の要望活動につきましてはこれまでも全国市長会や青森県市長会などを通じて行政全般に関する要望を行ってきております。本日説明いたします重点事業要望は投資が抱える課題の解決に向けて将来を見据え市として重要性、緊急性、効率性の観点を勘案しながら特に重要と判断した事項に関する要望を取りまとめまして今後直接県知事に対し要望するものであります。まず要望事項の件数でありますが今回の要望は最重点要望10件重点要望13件の合計23件であります。前年度との比較で申し上げますと最重点要望につきましては前年度要望事項11件に対して新規事項が2件区分変更による減が1件取りやめが2件の2増3減で前年度から1件減の10件であります。重点要望につきましては昨年度の要望事項12件に対し新規事項が3件区分変更による増が1件取りやめが3件の4増3減で前年度から1件増の13件であります。本日は要望事項のうち新規事項と取りやめ事項及び一部新規事項について説明いたします。最重点要望の新規事項の一つ目は作り育てる漁業の推進に向けた支援についてであります。内容といたしましては水産業の成長産業化を図るため八戸港の沿岸漁場区域における新たな区画漁業権の免許に向けた関係機関との協議調整の実施と陸上養殖にかかる施設設備等のイニシャルコストランニングコストなどの事業初期段階の経費に対する支援について新規に要望するものであります。2つ目は持続可能な漁船漁業への支援についてであります。内容といたしましては八戸港所属漁船の多くが老朽化高船齢化による生産性の低下やメンテナンス経費の増大等の課題を抱えているため台船取得制度に係る助成率や助成額上限の引き上げ等の制度拡充に向けた国への働きかけについて新規に要望するものであります。次に重点要望の新規事項の一つ目は国営八戸平原総合農地開発事業で整備された土地改良施設の維持管理費等の財政負担についてであります。内容といたしましては国営八戸平原総合農地開発事業で整備された畑地灌漑施設の今後の維持管理について青森県八戸市橋上町岩手県側関係機関において共同管理することとなったため今後の施設の維持管理費や将来的に発生が見込まれる撤去費用等にかかる財政負担と財政支援措置について新規に要望するものであります。2つ目は2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組みへの支援及び連携についてであります。内容といたしましては県内全域におけるカーボンニュートラルの達成に向けまして市町村が実施するカーボンニュートラルに資する取り組みに対する県独自の補助制度の新設と県が策定した八戸港港湾脱炭素化推進計画の推進等による全県的なカーボンニュートラルの実現に向けた県と市の連携体制づくりについて新規に要望するものであります。
3つ目は学校給食費の無償化に対する支援についてであります。内容といたしましては、地域格差のない子育て支援に資する取り組みである学校給食費無償化の継続的な実施のため、国主導による学校給食費無償化の実施に向けた国への働きかけと、県が実施する学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金における県交付上限額の引き上げや交付対象経費の算出方法の見直し、並びに緊密な県内市町村との連携強化について新規に要望するものであります。次に取りやめ事項について説明いたします。最重点要望の取りやめ事項の一つ目は、水産業振興のための総合的な支援についてであります。これは作り育てる漁業や後継者の育成支援、販路開拓などの要望項目について、県が令和6年3月に策定した青森新時代農林水産力強化パッケージにおいて重点的に取り組むプロジェクトとして位置づけられ、市の要望に関する県の課題認識や取り組みの方向性が一致し、今後の市の取り組みに対しての支援が見込まれるため、先ほど新規案件で説明いたしました作り育てる漁業の推進に向けた支援についてと、持続可能な漁船漁業への支援についての通り、より具体的な内容に変えて要望するものであります。2つ目の新大橋整備事業にかかる財源確保についてであります。新大橋整備事業につきましては、財源確保に関する国への働きかけを要望してきたところでありますが、県による財源確保に向けた継続的な国への働きかけもあり、事業予算が着実に確保できたことによりまして、整備が進捗し、今年度をもって事業完了が見込まれますことから要望を取りやめるものであります。重点要望の取りやめ事項の一つ目は、環境エネルギー産業の振興についてであります。これは LNG の利活用による産業創出と全県的な水素の普及に向けた取り組みについて要望してきたところでありますが、 LNG の利活用による産業創出については、地元事業者が中心となり取り組むことが重要であるとの見解が示されたこと、また水素の普及については、既存燃料との価格差が普及の課題であり、全県的な普及には相当な時間を要するとの見解が示されたことから、全県的なカーボンニュートラルの実現を見据え、先ほど新規案件で説明いたしました2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組みへの支援及び連携についてに変えて要望するものであります。2つ目は八戸自転車競技場の改修に対する継続的な支援についてであります。これは第80回国民スポーツ大会の自転車競技トラックレース会場としている八戸自転車競技場の走路等の改修にかかる費用負担について、これまでの改修では県と市の負担割合が均等となっていたことから、今後の改修についても引き続き従来通りの負担割合とすることを要望したところでありますが、その負担割合が県市均等となることが見込まれることから要望を取りやめるものであります。3つ目の農業畜産業および水産業の持続可能な経営発展のための物価高騰対策等に関する支援についてであります。これは農業畜産業および漁業者のセーフティーネット事業の要件緩和等にかかる国への働きかけと、価格高騰の影響を受けている畜産配合飼料や肥料への安定確保に向けた対策について要望してきたところでありますが、県は国への継続した働きかけや物価高騰対策にかかる事業を実施し、国におけるセーフティネット事業の予算が拡充され、
配合飼料等の価格についても落ち着きが見られるため要望を取りやめるものであります。次に継続事項のうち一部新規事項について説明いたします。一つ目は企業誘致の促進についてであります。これは雇用環境の充実と地域社会経済のさらなる活力創出に向け県の企業誘致支援制度に係る支援額等の拡充について要望してきたところでありますが、市の要望を踏まえた形で令和6年度産業立地促進費補助金の補助要件の緩和および支援対象の拡充が行われましたことから、要望区分を最重点要望から重点要望へ変更した上で、新たに八戸北インター第二工業団地への企業誘致に関する県と市のより一層の連携強化について要望するものであります。2つ目は日本海溝千島海溝沿いの巨大地震に対する津波防災対策への支援についてであります。これは日本海溝千島海溝沿いの巨大地震による津波浸水想定を踏まえ、津波避難施設、津波避難路等の整備を早期かつ集中的に進めていく必要があるため、財政負担の軽減に関する国への働きかけと市町村負担分に対する県の支援に加えまして、財政負担の大きい備蓄の整備に対する新たな補助制度の創設に係る国への働きかけを追加し、一部新規として要望するものであります。令和7年度重点事業要望の概要は以上でありますが、冒頭申し上げました通り、これら要望内容を直接県知事に要望いたしまして、当市が抱える課題の解決につなげてまいります。以上で説明を終わります。